土石流災害では災害関連死を含め27人の方が命を落とし、太田和子さんが依然として行方不明となっています。法要には町内会などで組織した熱海伊豆山で心をつなぐ集いのメンバーなどおよそ20人が参列し、読経の中参列者が焼香して犠牲者の冥福を祈りました。まあ、本当はね、災害なんて起きてほしくないっていうのが正直なところですけど、できることは協力して、この伊豆山も少しずつ明るくなってくれればいいなと願っております。この1年4ヶ月は本当にもうバタ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 って感じでしょうか。もうあっという間に過ぎてしまいました。でやっぱり復興に向けてですね、なるべく早く作業が進むといいなというふうに思ってます。土石流から1年4ヶ月、月命日の明日は行方不明者の捜索が行われるほか、発生時刻に合わせ黙祷が捧げられます。